ROG 以来でモンハンはいるぞ。外部アプリを利用して高 FPS、または高画質化していく設定のやり方。事前準備として、現時点ではそのままの状態だとクラッシュを連発してまともに遊べないので、汎用ドライバーのバージョン 25.3.1 に書き換える作業が必要となります。概要欄にやり方を解説してる動画を貼っておりますので、ROG 依頼側かゲーム側、どちらかが改善されるまでの間はこの方法でクラッシュを回避してください。まず最初は ROG 依頼本体側の設定で、25W 手動モードにします。ターボモードだとものすごく発熱する割にパフォーマンスは大して上がらず、本体やバッテリーを痛めかねないので正直使わない方が良いです。アーマリークレートのパフォーマンスの項目から、適当にワット数を選んで適用を押すことで手動モードが作成されます。作成したらここの3つの値は全て25に統一しておきましょう。25W 程度なら SD カードスロットを含めた不調は、一度修理に出してから1年以上経過して特に遭遇してないので、これくらいが比較的安全な範囲内だと思います。次にグラフィックスメモリの値に関して、モンハンワイルズはグラフィックの処理が重いゲームなので、この値は上げた方が良いとの意見もあったりします。それでどの値が良いか一応比べてみました。結果どの値に変更してもパフォーマンスに大差はないです。ですが 8GB まで上げると FPS の落ち込み方が大きくなってます。上げすぎると逆効果になりそうです。で結局変更した方が良いのかというと、一番ちょうど良さそうな 7GB にしてしばらく動かしてたところ、折り紙モンスターに遭遇したり、この後ファストトラベルして安全フリーズしてしまったりと、今までにないアクシデントが発生しました。グラフィックメモリの割り当てを多くしたのが原因かはわかりませんが、デフォルトの 4GB のままで変更しない方が良いんじゃないかと思います。ではまず最初は AMD のグラフィックオプションを利用した方法から、汎用ドライバーのバージョン 25.3.1 では、AFMF がバージョン 2.1 に、ラデオンイメージシャープニング、RIS がバージョン2にグレードアップしており、動画投稿時点では純正の A ライ用ドライバーよりも、映像品質を高くすることが可能となってます。デスクトップ画面で右クリックを押し、AMD ソフトウェアを起動させます。起動したらゲームをクリック。モンハンワイルズのゲームをクリックします。ここで注意点として、一度クラッシュレポートが起動するとこのように2つワイルズのアイコンが出てきます。ここの最後のところがクラッシュレポートと書かれてるページのだと、グラフィックオプションを設定してもゲームに反映されません。最後がモンスターハンターワイルズとなっているページで変更するようにしてください。ではグラフィックオプションを設定していきます。その前に最初のこの RSR という項目。これはアップスケーリング機能で、有効にするとディスプレイの解像度、つまり ROG Ai だと 1080p のフル HD まで綺麗に引き伸ばし、ゲーム側の解像度が低い状態でも綺麗な映像にできるというオプションなんですが、効果が大きい分かなり負荷がかかるのか、AFMF と併用した時クラッシュが何回か起きてしまったので、このオプションは一旦使わず代わりに別のを使います。次はフレーム生成機能、AFMF を設定していきます。有効に設定して、ここの検索モードなんですが、自動や標準だと、ゲーム内でカメラを回した時一時的にフレーム生成が切れてしまい、効果が薄くなるので高に設定します。パフォーマンスモードは、ROG Ai のような外付け GPU じゃない、スペックが高くないものはパフォーマンス設定が推奨されてるので、パフォーマンスに設定。ラデオンアンチラグは、入力遅延を軽減させる設定です。これも有効にしておきます。最後にラデオンイメージシャープニング、RIS を設定します。RSR の代わりに使用する画質向上オプションです。シャープネスの値は、高すぎるとシャープになりすぎて目に痛い映像になるので、自分は 50% ぐらいに設定しておきました。次は AFMF のフレーム生成の効果が出ているか、確認するための設定をしていきます。ここのパフォーマンスの項目をクリック。オーバーレイをクリック。指標オーバーレイを有効化します。下の指標オーバーレイのゲーム検出も有効にしておきます。これで右上にどのくらい FPS が出ているか確認できるようになります。パフォーマンスを見れなくても良ければ有効にしなくても OK です。それと下の方で表示位置やサイズが変更可能となってます。そして最後に一番重要な設定、ROG Ai 本体側の解像度と、ワイルズ側の解像度は必ず一致させてください。例えばワイルズ側の解像度を 720p にしたとき、本体側が 1080p の場合と 720p の場合を比較すると、両方とも AFMF を有効にしたときで、だいたい 20fps 前後差が開いています。なのでパフォーマンスを稼ぎたかったら解像度を合わせるようにしてください。これで設定は以上となります。ではワイルズを起動します。右上にグラフィックオプション一覧が表示されます。緑色のチェックマークがついてたら有効化できてますという印です。次にワイルズ内のグラフィック設定。最初はパフォーマンスを重視した設定にしていきます。解像度を 720p、
フレームレートは無制限設定をオフにして、30fps 固定にします。なぜ 30fps 固定かというと、ワイルズのゲーム内設定でフレーム生成をオンにすると、FPS が強制的に2倍になり、30fps 制限が実質 60fps 制限になります。それに先ほど設定した AFMF で FPS がさらに2倍になり、120fps 制限となって、ROG Ai のディスプレイの最大 120fps を超えないようになり、無駄な負荷が減ります。次はグラフィック設定。一度プリセット最低設定を選択してから個別に設定していきます。カットシーン用プリセットはなしに設定して、アップスケーリングは FSR、フレーム生成はオン、アップスケーリングモードは、ウルトラパフォーマンスだとあまりにもガビガビなので、パフォーマンスに設定、アップスケールシャープネスは、テクスチャのくっきり差が上がるので、自分は最大の1まで設定してます。くっきりしすぎと感じるならもう少し下げても良いです。テクスチャ品質は低いと結構荒いので、中ぐらいに設定、妥協できるなら最低にするとさらにパフォーマンスが上がります。空と雲の描画品質、中設定がちょうど良いくらいの品質ですが、空を全然見ない、気にしない人なら最低に設定しても良いです。影の描画品質はクラッシュの確率が上がるというのと、FPS が高くなるほど AFMF のフレーム生成による遅延が少なくなるので、パフォーマンスを稼ぐ意味でも最低品質に設定します。次はブルーム設定はオフにして、最後に可変レートシェーディング、雷などのエフェクトが滑らかで綺麗になります。パフォーマンスにほとんど影響を与えないのでこれはオフに、これが見栄えはある程度保ちつつ、パフォーマンス重視した設定となります。動作を確認してみます。湯沸き谷でグラビモスのところに向かう途中、だいたい80から 100fps ぐらい。戦闘に入ると100から 120fps ぐらいは出せます。たまみつめ戦、うっそうとした森の中で戦うので先ほどよりも FPS は低め、だいたい80から 90fps ぐらい。アルシュベルド戦、この場所だと 90fps 以上はコンスタントに出るくらい。次はグラフィックを優先にした高画質な設定。解像度は本体とワイルズ側、両方 900p に設定します。グラフィックオプションは先ほどの設定から、アップスケーリングモードのみをクオリティに変更。これが高画質重視の設定です。AFMF 利用時はここから 1080p にしたり、テクスチャ品質を高にしたりすると負荷が大きくて、AFMF やオンライン接続が切れたりと、ところどころ不安定になったのでおそらくこのぐらいが限度。先ほどと同じところで動作確認。湯沸き谷で60から 70fps。元の fps が先ほどよりも低下してるので、キャラの動きが少しガクついてますが、カメラの動きは滑らかなので一応表示通りの fps は出てそうです。ここの飛び降りるところと、グラビモスがいるところで一瞬負荷が急激に上がり、高品質な設定にしてると AFMF やオンラインが切れたりします。品質を高めにしてる人は要注意ポイント。グラビモス戦では70から 80fps ぐらい。玉三つ目線、だいたい 60fps ぐらい。アルシュベルド線、60か 70fps ぐらい。次は AFMF のフレーム生成は使わず、RSR のアップスケーリングのみ使用していきます。その前に注意点として、ここで AMD のオプションを変更するとき、ワイルズを起動中に変更したりすると処理の限界を超えてしまうのか、ブルースクリーンになって強制終了してしまうことがあるので、必ずワイルズを終了させてから変更するようにしてください。AFMF を無効に設定し、RSR のボーダーレスフルスクリーンを有効にします。この設定は RIS と併用できないので、RSR を有効にすると RIS の設定は無効になります。キャプチャ中だと 2K のディスプレイで認識されているので ROG Ai での表示と異なりますが、解像度のオーバーライドは、
1600×900 に設定します。シャープニングエフェクトはデフォルトのままで、この設定でゲームを起動します。RSR が有効になり、900p からディスプレイの最大解像度まで引き伸ばされて、かなりくっきりとした映像になります。キャプチャした映像だと反映されてる感じが全然ないんですが、実際に見るとフル HD とほぼ遜色ないくらいです。ここのあたりでだいたい 30fps ぐらい。戦闘に入ると 40fps ぐらいになります。携帯機の画面で見る分には十分すぎるぐらいくっきりで綺麗です。次は別のフレーム生成アプリ、ロスレススケーリングを使用した設定のやり方。ロスレススケーリングは Steam で販売されている有料アプリなので、事前に購入しておきます。次は ROG Ai 本体の背面ボタンに、フレーム生成を有効にするショートカットキーを登録しておきます。登録してるのとしてないのとでは扱いやすさが段違いなのでほぼ必須の設定です。まずはアーマリークレートを呼び出し、歯車のマークのところへ、コントロールモードの設定へ、そしてゲームパッドモードの設定。キーマッピングを選択して、背面ボタンのどちらかを選択します。今回は右背面ボタンに設定していきます。裏面になってるのでややこしいですがイラスト左側のボタンです。右背面ボタンを選択したら上の方の編集を選択。コンビネーションキーの項目へ。X ボタンを押してコンビネーションキーを作成します。作成したらここのペンのマークを選択。コントロール、オルト、S キーの3つを順番に選択していきます。順番通りに選択しないとホットキーが機能しないことがあるので注意。3つ入力したら B ボタンで戻り。ここの枠全体を選択します。これでホットキーの割り当てが完了し、右背面ボタンを押すだけでいつでもフレーム生成できるようになりました。ただしコマンドセンターでゲームパッドモードにしておかないと、背面ボタンが機能しないのでそこのところ注意してください。登録したらロスレススケーリングを起動します。ではロスレス側の設定を行っていきます。フレーム生成のタイプは LSFG3.0。モードは新しくアダプティブが追加されてますが、現状これだと遅延が少し大きいので、固定倍にします。倍率も高く設定できるんですが、なるべく少ない遅延で動かすことを重視して、負荷が最小限の2倍にしておきます。ここのフロースケールは、フレーム生成による負荷破れを調節するところです。値が小さいほど負荷が小さくパフォーマンスが向上しますが、生成によるブレが大きくなります。高くするとブレは減りますがパフォーマンスが落ちます。今回の設定では70ぐらいにしておきます。キャプチャ API は DXGI。ターゲット級は最小の遅延と書かれている、例に設定します。スケーリングのタイプはオフ、モードは自動のままで、レンダリング設定のブシンクモードは、遅延が一番少ないオフに設定。フレームの最大レイテンシはとりあえず2ぐらいに設定しておきます。最後に、フレーム生成でどのぐらい FPS が出るようになったか、確認するため FPS を表示オンに、高 FPS 重視の設定は以上です。それとロスレスを使用するときは、AMD ソフトウェアでオーバーレイの設定は切っておいてください。ロスレススケーリングは起動したままにしておいて、モンハンワイルズを起動します。グラフィック設定は、AFMF 利用時のパフォーマンス重視と同じ設定です。本体側とゲーム側、両方 720p に設定することを忘れず、ショートカット登録した背面ボタンを押して、フレーム生成をオンにします。FPS が元の2倍になり、70か 80fps 出るようになりました。映像の滑らかさは AFMF よりこちらの方が上ですが、遅延はロスレスの方が少し大きくなります。でも個人的にはやりづらいというほどの遅延ではないです。ブラビモス戦で90か 100fps。たまみつね戦で70か 80fps。アルシュベルド戦で80か 90fps。遅延をある程度許容できるのであれば、
FPS3 倍モードにしてもっと FPS を上げることはできます。倍率を高くするほど遅延が大きくなり、元の FPS が下がって映像の歪みがひどくなるので、倍率を上げるならフロースケールを下げたり、ゲーム側のグラフ品質を下げたりしてパフォーマンスを上げておきましょう。次は画質重視の設定。ロスレスのアップスケーリング機能を使ってみます。解像度設定を 900p に、 ROG Ally 本体側の解像度を 1080p に設定しておきます。アップスケーリング機能を使用するためスクリーンモードはウィンドウにします。グラフィック設定はパフォーマンス重視の設定からアップスケーリングモードをバランスに、テクスチャ品質は高に設定します。ロスレススケーリング側の設定でスケーリングのタイプを SGSR に変更、シャープネスの値は半分ぐらいに設定、フロースケールの値はもう少し下げて60ぐらいにしておきます。背面ボタンを押してフレーム生成をオンにすると、ロスレスのアップスケーリングで画面が綺麗に引き伸ばされます。 RSR ほど効果は大きくはないんですが、フレーム生成と併用したりテクスチャ品質を高に設定しても負荷はそんなに大きくないのか、クラッシュはあまり発生しません。これでグラビモス線は70か 80fps。 玉三つ目線は 60fps。アルシュベルト戦は60か 70fps。 ロスレス側の設定でフレーム生成はオフにして、アップスケーリング機能だけオンにするというのもありです。40fps 程度にはなりましたが、フレーム生成音よりも遅延は少なくなり、操作しやすくなります。ついでに ROG Ally X で動かした時はこんな感じになります。AFMF 利用のパフォーマンス重視設定、無印 Ally よりも 90fps 維持しやすくなってます。画質重視の設定、無印 Ally では 60fps ぐらいでしたが、70fps ぐらいは出せるようになってます。ROG Ally X はメモリの容量が大きく性能が高い分、無印 Ally でガクついてた場所では全然ガクつかなくなり、安定したパフォーマンスで動きます。ということで外部オプションを利用して、モンハンワイルズを ROG Ally で高 FPS、高画質化してみました。二つの外部アプリを利用した設定を紹介しましたが、どちらを使えば良いのかというと、パフォーマンスを重視した設定にするときは、AFMF が使える AMD グラフィックオプションがおすすめです。元の FPS が高いとロスレスと比べてフレーム生成後の映像に差はあまりないですし、何より遅延がほとんどないので操作性を重視するならこれ一択。逆に多少遅延があっても問題なく、携帯機本来のパフォーマンスを超えた滑らかな映像にしたい。というならロスレススケーリングがおすすめです。今回の設定はあくまでも一例で、ある程度見栄えを確保した上で設定しましたが、画質かパフォーマンス、遅延を妥協できるなら、もっと FPS を上げて滑らかに動かせたり、さらに画質を上げることも可能です。解像度やアップスケーリングモード、テクスチャ品質を変更してみたりして、自分好みの品質に仕上げてみてください。ということで今回はこの辺で、